日本プライムリアリティ投資法人の資産運用会社でございます東京リアリティインンンベストメントトメメマネジメントの野村と申します本日はお忙しい中日本プライムリアリティ投資法人の説明画像をご視聴いただきましてありがとうございます。それでは早速日本プライムリアリティ投資法人の説明を開始させていただきます。まずお手元の資料の3ページをご覧ください。 まずこちらのページで J リートの概要について簡単に説明させていただきます J リートはよくですね、株式投資の流動性と不動産賃貸事業の安定性を備えた安定重視の投資商品と言われております特徴としてこちらに記載の3点がございますまず1点目といたしましては証券取引所に上場しておりますので 株式同様に売買ががでできるという監禁性が高いいう性高点でございます続いて2点目でございますが実際の運用はですねプロに任せておりますので実物不動産の運用と異なりまして運用の手間がかからずまた複数の不動産に投資をしておりますのでリスクがが分散されていいいるととうことがございますそして3点目がですね一般の事業会社と異なりまして 一定のの要件の下法人税がかかりません従いまして収益のほとんどをですね配当として投資家の皆様方に分配することができるため総じて利回りが高いというそういった特徴がございます。次のページで,です、ね、利回りの高いという点につきましてトピックスとの比較という点で少しご説明をさせていただきます。まず左側のグラフご覧ください こちらリーマンショック直前のですね2008年1月を100とした時のでございます時期によって勝ち負けの差というものは当然ございますけれどもほぼ同様の推移をしているということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。一方で右側のグラフをご覧ください。 こちらはそれぞれ配当込みの比較をしているものでございます。エリーマンショック後を除きですね、2011年頃からほぼジェリートの方が上回っております。まあこういったところからもですね、ジェリートの高い分配金の効果についてお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。もちろん投資商品でございますのでメリットだけではなく価格変動等のリスクもございます。 今回のですね説明を通じまして JD との特徴魅力またリスクについてもご理解いただきこの機会にですねご投資についてご検討いただければ幸いでございます続きまして六ページご覧いただけますでしょうかこちらからはまず本投資法人日本プライムリアリティ投資法人の基本的な仕組みについてご説明をさせていただきます。 投資法人自体の仕組みはです、ね、こちらに記載のとお通りです、ね、投資家の皆様から募った資金また金融機関からの融資等によってです、ね、不動産を購入・所有しそこから得られるです、ね、利益を投資家の皆様に分配するという、まあ、あの比較的シンプルな構造になってございます特徴的なのは投資法人自体は従業員を雇用しておりません 組入れする不動産の取得運用また資金の借り入れ等のです、ね、資産運用に関わる業務を全てこの下にございます資産運用会社に委託をしておりますさらにこの資産運用会社に出資している会社株主でございますけれどもこれを一般的にスポンサーというふうに呼んでおります。 J リートの場合はさまざまな形でですね、このスポンサーから支援を受けて運用しておりますのでこのスポンサーの存在というのが非常に重要になってまいりますスポンサーについては後ほどまたご説明をさせていただきます続きまして7ページご覧くださいこちらからが本島省人の簡単な概要でございます現在上場リート6 2ございます 本投資法人はですねその中で2002年の6月に上場した5番目に上場したリートでございます決算月は記載のとおり6月と12月の年2回分配金が投資家の皆様のお手元にですねお支払いをさせていただくのが9月と3月になります、J、リート オフィスビル商業施設住宅ホテル物流施設等々様々なタイプの不動産に投資しておりますけれども本投資法人はオフィスビルを主体に都市型商業施設等を投資対象としている J リートでございます現在記載のとおり東京を中心に全国で65物件約4571億の不動産に投資をしております どういった不動産を組み入れているのかということにつきましては、後ほどまたご説明をさせていただきます。続いて次のページに進みます。こちらでこれまでの分配金の実績、そして今後の目標について説明をいたします。記載なって記載の通りですね。これまで安定的かつ着実にですね、分配を伸ばしてきているということがお分かりになられるかというふうに思います。 直近の一口当たりの分配金の実績は7,595円でございました。おかげさまで13期連続の増配になるとともにですね、上場以来最高のですね分配金という形で着地をしております。ちなみに記載はないんですけれども、今期2020年12月期の予想分配金は7,720円。また翌期 2021年6月期の分配金は若干下がりますが7500円といいう見通しでございますまた記載のとおり中期目標としてはですね今後とも内部成長であったりとかコストの適正化また新規の物件を取得することによりこの目標の早期の達成を目指していきたいというふうに考えてございます。 またあの資料にはですね、11月末時点の投資口価格をお示しをしております。一口当たり30万6,500円となってございます。分配金を2倍して割り戻すと年間差の2倍あり約記計算通り4.96%というふうになります。あの直近の株価で申し上げますと33万500円程度でございましたので。 年間差の利回りまあほぼ変わらないんですけれども4.7%程度になるというところでございますそれでは引き続きまして日本プライムリアリティ投資法人の特徴について説明をいたしますこちらに記載の三点ございますまず一点目でございます東京のオフィスビルを中心に投資する上場以来18年の運用の実績があるリートであるというところでございます 続いて2点目ディベロッパーの東京建物を中心とするスポンサーの強力なサポートがあるというところでございますそして3点目でございますが高い稼働率そして賃料の増額等を実現している確かなです、ね、運用力そして安定的な財務運営があるというところでございます以上ですね以下順を追ってご説明をさせていただきます まず次のページ一点目でございます18年にわたる安定運用の実績でございますこちらのグラフご覧ください2002年に上場して以来の資産規模の成長の推移をお示しをしております当初大きさのとおり921億円の資産規模でスタートして現在4571億円まで着実にですね資産規模を成長させてまいりました 資産規模が大きいことによりまして一つの物件の一つのテナントの退去の始めとしたですね収益の変動の影響が小さくなります。それによって投資家の皆様に安定したです、ね、分配金をご提供させていただくことが可能となります。今後とも個別の物件の収益性またクオリティなんかも重視しながらですね資産規模を増やしていければというふうに考えております。続いて 組み入れている資産の内容またその用途さらには地域等の割合について説明をいたします本都市法人ではです、ね、今後も高い成長が期待できる東京のオフィスビルこれを中心に地方主要都市のオフィスビルさらには東京と地方中央都市の繁華性の高い立地に位置する商業施設 これらをですね、バランスよく組み入れることによりまして成長性と安定性を意識したポートフォリオを構築しておりますこちらに記載の通おり地域別では東京への投資割合を約8割から9割としておりまして現在は85%を集中的に投資をしておりますまたこちらの知事に記載の通おり東京以外では大阪福岡に複数物件を保有しているほか 仙台、新潟、名古屋、神戸、和歌山、那覇に物件がございます。また用途別ではですね、オフィスの投資割合を70%から90%といたしまして、現在約77%がオフィスビルといったような状況でございます。続いて二番目の特徴でございますスポンサーについて説明をさせていただきます。本投資法人のスポンサーはこちらの記載の通り、東京建物安田不動産 体制建設そして明治安田生命の四社になりますそれぞれ不動産建設金融といった各分野の有力な会社でございまして各社からですね人材をはじめ情報であったりノウハウまた資金との提供を受けております本都市法人はこれまで こういったスポンサー各社のです、ね、総合力によって安定的な運用を行うとともに成長を図ってままいりましたこの中で特に東京建物からはですねメインスポンサーとして物件や不動産の情報の提供賃貸管理とか工事管理といった資産運用の後半にわたってより強く支援を受けております。リートののの収益ごご案内のとおり不動産ででざいますので いかに有料な不動産を取得できるかといったことが非常に重要なポイントになってございます本都商人のメインスポンサーはディベロッパーの東京建物でございますので東京建物が開発する有料な物件を取得できる機会があるそういったことが優位性の一つになってまいります実際にこちらにですね、グラフはございますが 東京建物をはじめとするスポンサー各社から取得した物件またスポンサーからの情報提供により取得した物件は全体の約73%になりますまたこちらのページの右側の表をご覧ください本島省人の保有している上位5物件はいずれもメインスポンサーの東京建物が開発した物件 もしくは彼らからの情報提供によるものでございますまあこんなことからもですねいかにスポンサーが J リートにとって重要かということがご理解いただけるのではないでしょうか続いて14ページご覧くださいこちらのページではその東京建物の概要について簡単に触れさせていただきます東京建物この会社1896年 明治29年に旧安田財閥の創始者安田善次郎によって設立された会社でございますご案内の方もいらっしゃると思いますが水尾銀行さんの前身の一社である富士銀行と同じ設立者でございますまたあの我々のスポンサーの一社でございます明治安田生命の母体の一社でございます旧安田生命も安田善次郎が設立した会社でございます 今年創立124周年を迎えた日本で最も長い歴史のある総合不動産会社でございましてオフィスビルの開発運営やマンションの分譲事業を中心にさまざまな不動産関連ビジネスを展開しております次のページご覧くださいこちらでは東京建物は近年注力をしておりますオフィスビルを中心とした大規模な開発事業そして首都圏近畿圏を中心に 展開しておりますブリリアというブランドでの分譲マンションのプロジェクトの事例をいくつかご紹介をさせていただいております。左上にございます大手町タワー、そしてその隣の東京スクエアガーデン、また下段のオリナスタワーであったというか新宿センタービル、これらはですね、本島商竣も一部を所有してございます。詳細については後ほど紹介をさせていただきます。 分マンションでは山手線の目黒駅前で開発したブリリアタワーズ目黒が最近話題となったプロジェクトでございます続いて資料の16ページにお進みくださいこちらで3点目の特徴でございます運運力と財務運営についいて説明をいたします足元コロナの影響もございまして東京の空襲率若干上昇してございます 直近でも4.3%程度と、まあ、歴史的には依然として低水準にに推移してていいいいるのではないかなという,ふうに考えてございます東京だけではなく札幌大阪福岡名古屋等々におきましても若干空室率が上昇傾向にございまして今後のオフィス賃貸マーケットについては予断を許さないというふうに思ってございますが総じ、まあ、て現時点において安定的な状況ではないかというふうに考えてございます。 そういった市況の影響もございまして本投資法人においてもこちらのグラフに記載のとおり2016年12月期以降稼働率は98%以上を維持しておりまして前期の平均稼働率も99.6%ということで上場以来高い最も高いい水準となってございます今期以降コロナの影響もございまして若干稼働率が低下する見込みでございますが 依然としてですね、97から98%台程度の水準を維持できるそんな見通しでございますですので、まあ、ほとんど空きがないと言ってもいいぐらいの状況が継続するのではないかというふうに思ってございますこういった高い稼働を維持することによって高い分配金の水準を確保することができるというふうになってございます 稼働を高めることに加えまして全体の賃料水準を高めていくということがさらなる収益の上昇につながります本島省人の保有するオフィスビルにご入居いただいているテナントさんのほとんどが2年に1度賃料の公開のタイミングを迎えますその公開のタイミングで、えー、まあ、あの増額をしていただくということに加えましてさらにテナントさんの入れ替えですね これに伴って従前の賃料よりも15後継テナントの賃料を高くお借りいただくことによって賃料収入を増加させることが可能になってまいります。ご覧になっていただけますようにここ数年着実にですね賃料を増加させることができております。次のページでですね こちらに収入上につながる物件の競争力強化に向けてのさまざまな方策についていくつかご紹介をさせていただいておりますその一例がですね、改修工事の実施そしてテナント満足度調査についてでございます左側の写真がですね、所有物件のエントランス及びエレベーターホールの改修の実績でございます またあの右側のグラフに記載しておりますがテナント様への満足度調査これをですねそこで寄せられた要望、まあ、必ずしもいい話ばっかりではなくてですね時には、えーまあ、厳しいご指摘をだくこともあるんですけどもそういった要望等をですね現地の管理者とも共有化してですねソフトまたはハードの面の改善につなげております。 こういった地道な努力の積み重ねがですねテナント様からの信頼確保につながって結果としてですね収益の増加が可能になっているんではないかなというふうに考えております最後に財務の状況について説明をいたしますご覧のとおり格付け期間から高い格付けを取得しておりますまた許し債の比率もですね J リートの中では相対的に低ぐ水準でございま,すまあそういった形でですね安定的かつ強化な財務基盤を維持してございますそのため金融機関からもですね比較的有利な条件で融資を受けることができますそれによって例えばあの借り換えのタイミング等でですね金利を削減してそれによって分配金を増やすということも可能になってまいります 21ページに飛ぶんですけどもここからはですね本島省人の具体的な保有資産これをいくつかご紹介をさせていただきますこちら東京都心の保有物件の所在地をですね地図上にお示しをしたものでございますご覧になってお分かりの通り東京の中心部の中でも比較的高リッチなですね東京駅周辺また 新宿渋谷といったところにですね多数の物件を保有しておりますこちら東京駅周辺の地図を拡大したものでございますその中でもですね最初にご紹介するのが大手町タワーでございますもともと水尾銀行さんの前身の一社でございます富士銀行さんの旧本店があった場所をですねメインスポンサーの東京建物が主体となって同じく スポンサーの体制建設と一緒に手がけたプロジェクトの底地土地のみですけれどもこれを本島省人が応援しておりますご案内のとおり東京のオフィスマーケットの一等地である大手町丸野の地区にある優良な物件でございますオフィスビルはですね、ビジネオン銀行様の本店としてご利用いただいているほか構想部にはですね、国際的な最高級ホテルアマン東京がございます えちなみにこの地域大手町丸の内エリアでですね J リートが保有している物件は十分物件にも満たないというところでございますのでこの物件が極めて基礎性が高い物件であるということがご理解いただけるのではないかなというふうに思います次にご紹介するのが東京スクエアガーデンでございますこちらもですねメインスポンサーの東京建物が主体となって開発した物件でございます 右側に地図がございますがこちらからもお分かりのとおり東京駅からも至近な立地でございますが地下鉄銀座線の京橋駅に直結しておりましてまたワンフロアの事務所面積が約1,000坪ということで東京駅周辺においてもです、ね、最大級の面積であるとともに高い環境性能を備えた非常に競争力が高い物件でございます。 余談でございますけれども、まあ、しばしばあのテレビドラマのロケ等でも使われているようでございますし現在ブリヂストン様のご本社としてもですねご利用いただいているという状況でございます続いて東京都心部での代表的な商業施設それがですねこちらの渋谷のタワーレコードビルでございます 全国展開をされていらっしゃいます音楽ソフト販売大手のタワーレコードサブの機関店としてご利用いただいております。箱物を中心に商業集積エリアとして非常に人気の高い渋谷駅から至近距離でございます。特徴的なあの外観からもですね非常に堅実性が高い有料物件でございます。渋谷エリアでは現在駅周辺を中心に再開発が進行してございます。 まそういったとことからもですね、将来的にもますます期待できる物件ではないかなというふうに考えております。こちらがですね、関西圏の代表的な商業施設梅田ロフトでございます。西日本最大級のですね繁華街大阪の梅田の支店エリアでございます。現在雑貨を中心にですね、幅広いお客様から支持を得てございますロフト様にご利用いただいております。 最後になりますが地方エリアでの代表的なオフィスビルこちらがですね九州の福岡にございます役員ビジネスこちらもですねメインスポンサーの東京建物が開発した物件で福岡エリアにおいてもですね競争力が非常に高い物件でございますこちらの物件妖怪ウォッチで有名なゲームソフト会社 レベル5様のご本社としてご利用いただいているほかですねコールセンターなど複数の企業様にご入居いただくとご協評をいただいている物件でございますその他の物件につきましてはあの資料の最後にあの一覧を掲載してございますので後ほどご確認いただければというふうに思いますここからはですね新型コロナによる営業自粛の影響について説明をさせていただきます ご案内のとおり本年4月から5月にかけまして緊急事態宣言が出され商業系テナントを中心にですね休業であったりとか営業時間短縮というようなことが実施されました。本島商人といたしましても影響を受けたテナントに対してですね賃料の一時的な減免等の支援策をですね実施しております。 その内容をこちらの下段に記載してございますけれども全体の約74%を占めますオフィス系テナントについてはほとんど影響はございませんでしたただ一方でですね約26%を占めます商業系テナントにつきましては前期そして今期でですねトータル1億4400万程度の一時的な賃料の減額等を実施しております この金額自体はです、ね、日本プライムリアリティー投資法人の賃貸事業収入に占める割合約1%程度ということでございますのでさほど大きな影響でではございませんでした足元の状況でございますが新規の感染者数の増加もございまして依然飲食テナントの中心にです、ね、回復が鈍い状況でございます。 今後ですねそういったテナンスさんを中心に追加の支援策が必要になってくるということが想定されますが引き続きです、ね、全体への影響は警備にとどまるのではないかなというふうに考えております。また在宅勤務の進展によりです、ね、オフィス賃貸マーケットが悪化するのではないかというそういった懸念がです、ね、昨今、シムとメディアで,です、ね、盛んに取り上げられています。 我々の物件でも何件かあのそういった理由での面積の縮小また、えー、改悪のお話も頂戴してございますただ、えー、現在のところですねさほど面積さらには件数もですね、えー、大きな影響はないというところで、えー、警備にままってございます今後につきましては、えー、コロナの収束が見えない中、えー、予断は許しませんけれども、えー、需要の減退によりですね オフィスマーケット全体の空室率は多少増加することが想定されます。ただ来年そして再来年とですね、東京都心で都心部での新規のオフィス供給が少ないんですね。ですので大きくですねマーケットが崩れることまではところまではいかないんじゃないかなというふうに我々は予測しております。最後に本日のまとめとして何点か説明をいたします。 上のグラフがですね、本投資法人が上場したときからの投資口価格の推移を日経平均株価と比較をしたものでございますほぼ全期間にわたって良好な水準であったということがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思いますただしご覧になっていただけるとお分かりのとおり今年の3月以降残念ながら下回っているという状況でございます また下のののグラフがです、ね、10年国際利回りとの比較を示したものでございます冒頭に東証リート指数とトピックスとの比較を説明いたしましたが利回り商品としての JPR の魅力がこういった実績からもです、ね、一層ご理解いただけるんではないかなというふうに思っております特に3月以降はですね東市口価格が低下したことにより分配金利回りが上昇しております。 見方によってはですね新たに投資いただくタイミングとしては悪くないという考え方もあるかもしれないなというふうに思っております投資のスタイルこれは皆様それぞれご事情もあって様々かなというふうに思ってございますが我々としては J リートぜひ長期保有をしていただきたいというふうに思ってございます J リート現在62の投資法人が上場しておりますがその平均の分配金利回り 現在約4.2%でございますもちろん上場しておりますので価格の変動もございます取得されたタイミングによってはプラスマイナスが生じることもあるかなというふうに思いますただ分配金の利回りが株式と比較すると相対的に高いため価格の変動リスクをこの分配金でお見舞うことができるのではないかなというふうに考えております さらに長期で保有することによりましてこの価格変動リスクへの対応力が強くなりますそういったことからも長期保有で適した商品ではないかなというふうに考えておりますこちらのページのグラフはですね、仮に本投資法人の投資口を上場以来お持ちいただいた場合の分配金の累積額をお示しをしてございます当初一口当たり20万円で上場いたしましたので すでに分配金で元本を回収しているということになりますちょっと極端なあの例かもしれませんけれども長期で保有されるメリットについてこういったことからもですね、少しでもご理解いただければ幸いでございます最後にもう一度本投資法人の特徴について振り返させていただきます1点目東京のオフィスを中心に投資する実績豊富なリートであるということでございます 続いて2点目有力なディベロッパーである東京建物を中心としたスポンサーの強力なサポートがあるというところでございますそして3点目確かな不動産の運用力と安定的な財務運営の実績でございます日本プライムリアリティ投資法人このような特徴を持ったリートでございます投資家の皆様にはですね、ぜひ分散投資の一環として また長期かつ安定的に分配金を得られる手段として手前ども日本プライムリアルティ投資法人をはじめ J リードの投資についてご検討いただけますようお願い申し上げます。本日は長時間にわたりご静聴いただきまして誠にありがとうございました。